はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ると思います。ということでね、今回はちょっとね、キックトッカー編成でリンちゃんでも育ててみようかなといったところで、やっていこうと思います。フレンドは、本題選びましょうかね。はい、こんな感じで、行ってみようと思います。行きます。はい、さっさと終わらせて俺は次に行く。さっさと終わらせて次に行くとは、まあリンちゃんもね、2代目がね出る可能性はありますよね。かかってこい、かかってこいよと。ほい、まあとりあえず、最初は試合、スムーズに行きましたね。まあ強敵とかではないから、そらそうかってとこですが、さて、キックのね、トレーニングをなるべく踏んでいきたいんですが、強敵出たか。そして筋トレで3人スペレック出てるんだよね。これはちょっとなんか迷うね、3択。まあでも強敵の割に、チーム総合力がちょっと低めなので、これ叩いておくか、今のうちに。チップ足りなくて後半の動きが不自由になる展開もあるので、ここでね、ちょっとチップ稼いでおきたいですね。オッケー、勝てましたね。よし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 。さあ、チップを稼ぐ。イガグリでね、筋トレ編成やった時には、まあ、ちょっとね、チップ稼げるブースト効果を持ってるキャラが、少なかったために、ちょっとね、チップ不足で、思い通りの練習踏めなかったりとかもあったので、まあ、ちょっと、その辺に関してはね、こっちの編成の方が、チップは稼ぎやすいかなというところですね。はい、オッケー。まあ、あとはね、踏みたい練習をしっかり、踏めるかどうかが、問題ですね。なので、筋トレじゃないや、今回はキック編成なので、ブルーロックマンシュート練習の、色付きのカードが、どれだけ出てくれるかですね。はい、ということで、まあ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 、スペレクですね。一人スペレクか。国神の一人スペレックですが、まあ、キックとね、スペシャルレクチャー、序章があるので、まあ、一応100以上出てますから踏みましょう。っていうか、まあ、どっちにしろね、キックのレベル上げたいから踏むんだけどね。これくらいできないか。限界突破拾う。限界突破もね、なんか昔は結構対人で、使えるスキルだなと思ってたんだけど、今はね、その時期よりも、スタミナ、盛りやすくなったから、相対的になんか金スキルの価値下がったかなという感じですかね。うん、昔はね、結構ね、スタミナを2000以上盛るのがかなり厳しかったっていう時期があったので、その頃はね、限界突破結構重宝してたんですが、まあ今となっては、選択肢の一つ程度でしかないのかなという感じですね。そうね。まあ、潰す一択とかが出る前は、ほとんどね、ジャイキミの代わりというか、もう、スタミナで、ステータス下がった時に、まあ、こっちだけ回復してみたいな形で勝つみたいなので、格上狩る時にね、限界突破使えてたんですが、まあ、今となってはもう、限界突破じゃなくてよくねっていうパターンが多いので、まあ必須のスキルとかではないなという感じですね。まあ国神自体をね、サポートに編成していること自体がほとんど今はないと思うので、まあ今回みたいにね、キック特化でやっていこうとか思わない限りはね。そんなとこですかね。お、またスペルク来るね。オッケーオッケー。はい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 。まあ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 、踏みましょう。これくらいできないかな。オッケー。さあ、これで、ドリブルでスペレク来てますね。これ誰のスペレク？あ、バローなのか。はーん。なるほどね。そうか。どうしようかな。一回ぐらいは他の練習踏んでもいいとは思ってるんだが、ここで踏むかどうか。まあ踏んでもいいか、一回ぐらい。オッケー。
まあスペルクとかではないですが、3人集まってるので踏みましょう。 OK。 さあレベルが2に上がる、パフォーマンスレベルも4に上がる。 OK。 よし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 。ここはまあレベニューマッチ踏みましょうかね。かかってこいよ、かかってこいよとは。はい、さあしっかりチップ稼いでいく。で、ピッチの王様回収できましたね、金スキル。これくらいできる。1点突破ゲット。まあ1点突破もうこのリンちゃんでドリブルで抜いていくような、話をするかというとちょっと、微妙なとこではあるんだけどね。まあ試合行きましょう。かかってこいよ。 OK。 さてさて、現実のテストプレイで、スタートダッシュゲット。なんかさ、新しいトレーニングの方が君スキル拾いやすいところはあるよね。なんか出やすいような気がする。はい、オッケー。とりあえず、チェックポイント1通過ですね。思ったより、シュートのトレーニングレベルを上げれていないんだが、チップの方は順調に稼げているかな。パフォーマンスレベル5まで上がりましたとは。これなら、チップが失敗で途中で脱落することはないかなという形になってきましたね。これくらいできないと。ほい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 。あとはじゃあキックのトレーニングレベルを上げたいぞというところなんですが、3人集合してるけど、黒いんだよね。ただね、これね、練習時練習カード経験値アップ 10% の2人が、来てるので 20% アップなんだよな、経験値。これでちょっとせめて金だったら踏むんだけどな。っていうかね、このさ、イサギとかホンダのブーストの経験値獲得量アップってさ、もうちょっと欲しいよね。 10% だとあんまり恩恵ない気がするんだよね。結局 10% ついてもつかなくてもなんか踏む回数変わんないことが多いので、できれば20ぐらい欲しい気がするんだよな。まあ、20% だったらこれ2人踏んだ時にもう次でレベル3いけるぞぐらいになるので、そうなるとでかいんだけどね。ここ休息しますか。しょうがない、休憩だ。あー、ただのグランド、ただのグランドは、かなりロスですね。今日はどうする。まあこれシュート、ブルーロックマンシュート練習踏みましょう。です、ここにね、こういう時にさっきみたいに、イサギとホンダが来てくれればいいのに、なぜか今回は筋トレにいるという、悲しい状況ですね。だからね、ちょっとね、カードの経験値上昇についてはもうちょっと数値大きくしてほしいぐらいの気がする。トレーニングレベル上げるのがね、現状だとちょっと難しすぎるんだよね。レベルマックスまでは結構意識して踏み抜かないと上がらないし、上がったところでね、レベルマックスの恩恵がね、なんか思ったほどじゃないんだよな。だから、まあ、もうちょっと、レベルアップによる恩恵を大きくするか、もしくはレベルアップしやすくするかしてほしいなというのが、まあ、なんか遊んでての体感かなというとこですね。まあ、イサギがいますが、これどうだろうな。レベル5間に合うかな。まあ、ちょっと踏みましょうか。で、覚醒の一歩からシュート名人回収。OK。さあ、これでチェックポイント2回目。 OK。 お、イサギのハットトリック。そっちかいっていうね。はい、あとは最後の3連戦ですね。
チップの条件は、満たしているので、あとは、トレーニングのレベルをガンガン上げるだけですね。まあ、やっぱりね、この編成だとスタミナとスピードが死んでしまうんですが、今回はそれにも増してね、キックもちょっと伸ばせてないぞということで、あまりよろしくないね。休憩だ。休憩、オフトーン、エクストリームには入るが、アウィークニングはしないということで、今日はどうする？まあね、ちょっとブルーロックマンシュート練習をガンガン踏んでいきましょう。キックが伸びんね。まあ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 、イサギのハクビを拾う。さて、あーでもこれレベル4に上げとくか。ターン数が少ないからね、もう。こういう時に500が出るんだよね。で、レベル4に上がる。ちょっとレベル5まではいけなそうだね、今回も。そうかー。いや、これ踏んじゃおう。ちょっと、あー、ダメだったね。でも今のは休息入れてもよかったんだけど、結局アウェイクニングじゃなければパフォーマンス5だとね、グッドでもエクストリームでも変わらんのだよね。グッノットバットとかですらね、 500% 出るときは出るからね、パフォーマンスレベル上がってると。だからアウェイクニングできないんだったら、結局ああいう、金の時にね、踏んどいてもよかったかって思っちゃうことが多いので、踏むならこのタイミングでアウェイクニングチャンスって感じですね。さて、でパフォーマンスレベルも6に上がる。うわー、ちょっと3人揃ってて踏みたくなりますが、ちょっとね、今回ダメだね。5まではいけないね。休息入れましょう。休憩。うわー、ただのブランド最悪。ダメダメだったな今回。エクストリームにすら行かない。今日はどうする？今日はどうするじゃないよ。今日はどうするじゃないよ。そうね、レベル4だと、こっちのが強いぐらいだもんな。で、結局レベル5まで行くかっつうと、行かないもんね。これだったらアウェイクニングに期待して休むのもありか。まあでもエクストリームになるんだったら、ベストでも 500% 出るだろうって思ったら、もう練習3回踏んだ方がいい説もあるんだよね。練習踏みますか。はい。倍率がダメだな。強靭拾う。まあどっちにしろあと2ターンしか練習できないので、まあ適当に踏んで流しですかね今回は。はい、あと2ターン。まあコンディションはグッドですが、500% 2回を祈って2回練習しましょう。うわ分かったよ。休息するよ。休憩だ。うわアウェイクニングにすらならん。もう999とかを見たい以前にね、アウェイクニングでが出ないし、アウェイクニング出ても高倍率出ないし、シュートの練習引かんないしというね。今回はちょっとダメダメですね。しかも 180% パフォーマンス6なのに、エクストリームで 180% はダメダメなんだよな。はい、ということで、これちょっと3万にも届いてないね、きっと。練習試合ボーナス編成とかでもないので、最後の練習だけで3万に乗ってるとは思えないかなということで言うと、ちょっとダメダメですね。はい、金スキルに関しては、1、2、3、4、5、6、7個回収できてますね。まあ、やっぱりね、なんか体感的には、出ないときは出ないけど、新しいトレーニングね。まあでもあれだよね。結構多分誤差の範囲だよね。繰り返しやってれば、結構変わっていくんじゃないかなという気がしますね。今回は、キックとか編成でね、前
あの前にやったオシャの時と、一緒なんですが、オシャの時ほど、キックが上振れしませんでしたね。半分ぐらいじゃん、前回のオシャの。マジかよ。これはちょっとひどいっすね。はい。やっぱ S プラス止まりですね。はい。ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。